どうも、ことのはあかねです。今回は要望があった、キングダム、カム、デリバランスの日本語化手順を説明するで、最初に必要なファイルを2つ入手するで、動画説明にある日本語化プロジェクトで利用しているアップローダーへアクセスし、イングリッシュ XMLPAK と ZZZZPhone と PAK をダウンロードします。イングリッシュ XMLPAK は、ノーマル版をダウンロードすればええで、ダウンロードボタンはここやで。そして、キングダム、カム、デリバランスのインストールフォルダをエクスプローラーで開きます。Steam で購入した人は、Steam のライブラリタブから、キングダム、カム、デリバランスを右クリックして、プロパティを開きます。ローカルファイルタブから、ローカルファイルを閲覧で、キングダム、カム、デリバランスのインストールフォルダを開けるで、ロカリゼーションフォルダを開き、さっきダウンロードしたイングリッシュ XMLPAK をこのロカリゼーションフォルダへ上書きコピーします。そして、キングダム、カム、デリバランスのインストールフォルダへ戻って、今度はデータフォルダを開きます。そして、さっきダウンロードした ZZZZPhone と PAK をデータフォルダへコピーします。これで準備完了やで。そして、キングダム、カム、デリバランスを起動すると、Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long unsuccessful reign. 念願の日本語化ができるで。ここまでは手早く日本語化したい人向けやが、ここからはお気に入りの日本語フォントで遊びたい人向けの説明や、なお、スタッフの人は次のツールを使ってるで、回答ソフトは Winrar でやってる人もいたで、Windows 標準の回答圧縮ではうまくいかないみたいやな。あと、エクスプローラの表示タブにあるファイル名拡張子と隠しファイルにチェックを入れるんやで。では、最初に。スペクスス、フリー、フラッシュ、デコムパイラーをダウンロードするで、動画説明にある、スペクスス、フリー、フラッシュ、デコムパイラーのサイトへアクセスし、ダウンロードを押す。ダウンロードするのは、フレク 11.0.0.zip やで、ここで強調したいのは、zip ファイルのものをダウンロードするんやで。ダウンロードしたフレク 11.0.0.zip を解凍し、解凍したフォルダの中に、GFX フォルダを作ってや、キングダム、カム、デリバランスインストールフォルダ内にあるデータフォルダを開き、ゲームデータ PAK を別の適当なフォルダへコピーしてや。コピーしたゲームデータ PAK の拡張子 PAK は ZIP に書き換えてな。で、このゲームデータ ZIP を解凍し、ライブスフォルダ内の UI フォルダを開く、グフキ資本ドリブグリプス GFX をさっき作った GFX フォルダへコピーしてや。フデク 11.0.0.ZIP を解凍したフォルダへ移動し、フデク MZ を起動するで。左上のオープンを押すと、さっき作った GFX フォルダが出てくるので、グフキ資本トリブグリプス GFX をオープンしてや、フォントを展開し、デヒネフォント3を左クリックし、右下にある Embed を選んでや、ここを開くとフォントが選べるので、お気に入りのものを選択してや、フォントを選んだらここの All キャラクターズにチェックを入れて、下の OK ボタンを押してや、そうすると、こんなダイアログが出てくるので、Yes, Do, All を選択するで。次に、こんなダイアログが出てくるので、Yes を選択してや。続けて、もう一つのデヒネフォント3も、同様にフォントの設定してや。そしたら、ここのセーブを押してや。さっき作った GFX フォルダ内にある、グフキ資本トリブグリプス GFX を、ゲームデータ ZIP を解凍した、フォルダ内のライフスフォルダ内の UI フォルダへ上書きコピーしてや。ゲームデータ ZIP を解凍したフォルダ直下にある、ライブス、マテリアルズ、プレハブスフォルダを、一つのゲームデータ ZIP に圧縮するで、このゲームデータ ZIP を、ゲームデータ PAK に変更して、キングダム、カム、デリバランスインストールフォルダ内にある、データフォルダへ上書きコピーすれば完成や、あとは、さっきダウンロードした、イングリッシュ XMLPAK を、キングダム、カム、デリバランスインストールフォルダ内にある、ロカリゼーションフォルダへ上書きコピーします、あとは、実際にゲームを起動して、フォントが変わったか確認してや。Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long unsuccessful reign. Steam で勝った人で、もしうまくいかなくて元に戻したいときは、Steam のライブラリタブから、キングダム、カム、デリバランスを右クリックして、ローカルファイルタブから、
ゲームファイルの整合性を確認で元に戻せるで。解説はここまでやで、皆様に快適なボヘミアンライフが訪れますように。